阿部監督、阪神戦で中井使ろうて解禁資産立て宣言。巨人、阿部監督、阪神にリベンジ宣言。一つも落とせないつもりで、9連戦最終カード、山崎、グリフィン、戸郷で挑む。阿部監督は、うちは全部、ドームでできる、と強調。広島、阪神との6試合は本拠地開催となり、酷暑での長期連戦でメリットは計り知れない。広島3連戦は山崎、グリフィン、戸郷が先発予定で、阪神3連戦には中5日で3人がリベンジに挑む。チャージかけんの早すぎて草。戸郷を雑な酷使すなヘロヘロやんけ。去年も一昨年もアラが中5日や中4日やって投手陣崩壊したの見てなかったんか。大久しぶりに神風特攻ローテ来たな。玉くわたかな。こういうのって大体裏目に出るんよな。戸郷のうのをやったけど割と相性悪いよな。また戸郷が酷使されるのか。戸郷は金曜日でいいんちゃの。8月はまだ終わりでよくない。まだ8月なのにやけくそで腐ろうていじってまでぶつけるほど余裕ないのかよ。ボコボコにされて3立て食らった投手を意地になってそのままぶつけんの。せめて星変えたら。つまん中いつかにしたら先発が1枚落ちるやろ。その先発は何をするんや。普通に今まで通り合ってりゃ高い確率で優勝すると思うけどな。こういう作戦って3位あたりでも応募がない9月にやるもんじゃ。ご視聴ありがとうございました。